ああなってしまったらあなた一人の手には負えない。全員で対処して隙を見て全員で離脱するのよ、アルファ様。はい、足を引っ張らないように努めます。見つけた。こんなところに隠れていたのね、カロー、ジロー、ハチ、ペスとその他。そこに並んで首を差し出しなさい。時間がない、すぐ終わらせるわ。しつけがなってないわね。牙を剥く犬は首を跳ねてあげる。攻撃。大丈夫です。やり返してくるなんて生意気ね。芸でも披露する？私が気に入ればペットにしてあげるわよ。冗談じゃない、誰が。そう、しつこいのね。午後休。ちょっとどういうつもり。汚い手で触らないで。私が会いたいのはシャドウだけ、あんたには用はない。切り刻まれて絶命する寸前で地べたに倒れ込みながら私にすがる、そんなシャドウが見たいの。早くシャドウを出しなさい。アルファ様、言ってください。あなた本気で。早く、アルファ行こう。彼女の覚悟を無駄にしてはいけない。ありがとう。着いたわ。ベータたちがいるのはこの奥の。ああ、シャドウ様、何を。そのような虫けらの始末はベータにお任せを。剣をお納めください。シャドウ様キングダムの崩壊を目論む逆賊め、一人残らず処断します。ベータ暴れてる。アルファ様、あれは。ベータ、間に合わなかったのね。間に合わなかったって、もしかして未来から戻ってこられたんですか。そうよ、だから急いでベータのところへ来たけど遅かった。あの子の魔人化を私は止められなかったのね。ここはお任せください。私も気を見て離脱しますので、さあお早く。心配だけど、今は彼女を信じてベータのところへ急がないといけないわ。559よろしくね。くれぐれも無理はしないで。はい、お願い、間に合って。ベータ、シャドウ様は死んでなんかいない。ベータ、あなた。イプシロン、今ならまだ間に合うわ。援護して。はい。シャドウ様が死んだなんて妄言を吹聴して王国に混乱をもたらそうとしているんでしょ。そんなの絶対に許せません。落ち着きなさいベータ。アルファ様、どうして邪魔をするんですか。邪魔をしているわけじゃない、あなたを止めようとしているの。そんな、どうして。そこに逆賊がいるのに。まさか、また。ええ、戻ってきたわ。前回ベータは完全に魔人化してあなたたちは全員やられていたの。だけど今回は。ああ、シャドウ様、来てくださったのですね。シャドウ様？嘘。サラさん！違う、これはシャドウじゃない。実体のない幻影のようなもの、ただの魔力の塊だ。幻影？ベータ、あなたが。違いますよアルファ様、そこにいらっしゃるのは本物のシャドウ様です。シャドウ様キングダムを起こして
一緒に世界を統治しているんです。ベータ、ごめんなさい。あなたに負担をかけすぎたのかしら。私がついていながら。何があったの？あなたは何を感じて、何が苦しかったの？知らなくてごめんなさい。だけど知りたいから全部教えてほしいの。アルファ様、私たくさん戦いました。シャドウ様のために。ええ、そうね。殺す必要がなかったかもしれない人間も手にかけました。だけどそれが正しいのかわからなくて。だって私の正しさはシャドウ様だったから。シャドウ様がいないと。よくやったベータって褒めてもらわないと。私は本当にこれでいいのかって不安で。そう、戦うことが嫌いなあなたがそんなことを。シャドウ様、あ、わかっています。逆賊は皆殺しです。あなたのためなら私はどんなことでも。この影、ベータ。アルファ様。ベータ、ごめんなさい。辛い思いをさせたわね。私が気づけていたら次は必ず救う。だから今は。幻影が消えましたね。発動者が死ねば消えるのか。ベータさん、どうか安らかに。だがこれで、いや、一段落とはいかないみたいだな。犬が増えてる。ここにいる全員を倒せばさすがのシャドウも隠れていられないでしょ。さあ出てきなさい。闇に飲まれたか。面倒ごとを増やしやがって。あんたはあんたにも恨みがあるし、シャドウの前にサクッとやっとく。力も速さも以前とは別人だな。だが見くびるな。お前程度ならたとえ化け物じみた力を手に入れても負けはせん。こんな、ほんとムカつく。オリビエさん、すぐに直します。来るな。あのオリビエが。このままじゃまた。あんたもよ。え、遺体を抱えて剣すら抜かないなんてなめてるの？戦う気がないならさっさと死になさい。全員首をはねてやる。これはまずいかも。外に出られた。さすがにもうダメかと思ったわね。拠点は壊滅させることができたけど、失ったものも大きいわ。ベータはまだ気絶したままです。途中意識が戻る様子もありませんでした。だけどリリス様が。ルージュさん、ルージュさん。このまま布に巻いて運びましょう。ノンナ、運ぶのを代わろう。拠点までは距離がある。交互に。いや、いい。私が運ぶ。だが、こうなった以上、私がルージュにしてあげられることは、もうそんなに多くない。一つも取りこぼしたくないんだよ。そうか。ルージュは崩壊に巻き込まれたんだよね。ええ、巻き込まれた地点あたりで遺体が見つかったわ。
もはや誰だかわからないくらいひどく損傷していたけどね。フレイヤさん、やっぱり私。言いましたよね、ダメです。いくらリリでも死んでしまった人間を治すことはできません。たとえ姿形が元のルージュに戻っても意味はない。あなたが消耗してしまうだけ。でも、だって。そんなことルージュも望んでいないのでは。ルージュさん、行こう。早く綺麗な姿に戻してあげたいんだ。いつまでも血まみれの服なんて。そうね、彼女のお気に入りの服を選んであげましょう。すごく優しくて、ごめんなさい、泣いてばっかで。気にしないで。私とオリビエは死に慣れすぎている。あなたの涙は私たちの涙よ。代わりに泣いてくれてありがとう、リリ。三英雄、伝説で聞いていたイメージとはかなり違ったけど、オリビエ、卓越した運動能力と剣の技巧、フレイヤ、無慈悲なほどに冷静かつ正確な指揮、リリ、人間離れした膨大な魔力量。まだまだ未熟なところが多いけど、間違いなく突出した能力を持っている。これから彼女たちが伝説で語られる英雄になっていくのが、なんだか少しだけ楽しみだわ。ベータとアレクシア王女もガンマと同じ場所に幽閉しておきましょう。一緒でいいの？目が覚めたらまたやり合うかもしれないよ。今度はガンマも巻き込んで。その時は雪目？寝てるの？まさかあなた、見張りもしないでずっと眠って。待って、眠ってるんじゃなくて気絶してる。え、アルファ様？ガンマが。ああ。魔人化が戻ってる。ふーん、こんなもんなんだ。赤黒く濁っていたとしても、魔力は魔力だね。まだまだ不可解なことは多い。だが、すべての断りはいずれ、赤き月のもとにさらされるだろう。ですが、夢夢、目を離しませんよ。これまでの研究が、怪人に帰す結果となるやもしれません。何にしても、我らの崇高な目的へ、また近づいた。本当によくできた世界だな。